河野外務大臣は、就任後初めて日本を大人、る韓国のカン・ギョンファ、カン・キョウ・カズト、と19日午前会談し、ムン・ジェイン、アトラ大統領の中国訪問も踏まえ、来た朝、問題について意見を交わすほか、慰安婦会では、改めて日韓合意の着実な履行を決める方針です。韓国のカン・ギョンファ相は、19日と20日の2日間、後初めて日本を訪れる予定です。これに合わせて河野外務大臣は、19日午前、東、都内で韓外相と日韓外相会談を行う公にしています。会談で河野大臣は、やミサイル開発を受ける北朝鮮問題について、今月16日に長として出席した国、安保理の閣僚級会での議論を報告する。か、韓国のムン・ジェイン大統領の中国、問いも踏まえ、北朝鮮に政策の変更を迫る目の具体的な対応を協議したい考えです。また、慰安婦問題をめぐる日韓合意、ついても、意見が交わされる見通しで、円外相が、合意の交渉過程を検証してい、作業部会の進捗状況など、説明するものとみられ、河野大臣は改め、合意の着実な履行を求める方針です。さ、に、日本での開催を目指す日中韓3カ国、首脳会議の早期開催に向けて、韓国側の協を終えたい考えです。